こんにちは、速稼塾の久保です。サラリーマンをしていると、大体65歳ぐらいまで今は働くことが目安となってますよね。で、65歳からの人生も、まあ進むわけなんですけども、なんとなくね、年金でやっていけるだろう、その時にはその時で何かあるだろうみたいに思ってるのがこれサラリーマン思考だと思うんですよ。もちろん、そういったサラリーマン思考が悪いわけではないんですよ。そういった思考があるからこそ今をそこそこ安定して生きれると思いますからね。でもまあ私も吉谷さんもそうなんですけども、別に定年もないし、自分が何かをしなければ入ってくるお金はないわけなんですよね。つまりいつも不安定なんですよ。でそうなってくると、65歳70歳以降の人生もどういうふうになるのかなっていうふうに考え続けるんですよね。もちろん必要以上に不安になったりはしませんけども、でもできればね、近いうちに5億円ぐらいボーンとね稼いで、お金のことはもうそこそこいけるだろうみたいな感じで初めて、安定した気持ちにもなれるのかなと思いますし、逆に言うと不安定を繰り返してるからこそ不安定を乗りこなせるような安定感を自分で持てるのかなと思うんですよ。こっちがへこんだらこういうふうにバランス取ってみたいな感じでね、こうサーフィンみたいにバランス取っていけると思うんですよ。でもサラリーマンっていうのは基本的にバランスを他者に取ってもらってるわけですよね、制度ってものに。でもそれがスポーンと外された時に一気にやべえどうしようみたいな感じになって、人によってはね、こう命を絶つみたいなこともあったりするわけなんですけども、でも私たちはそもそも来年の収入って何なのか分かんないですよ。来年からも分かんないですよ。ひどい時には来月1円でも入ってくるのかなって不安もあるわけですよ、でも通常はね、どっかで働いてれば今日も出勤すると思いますけども、まあ、給料はそこそこ安定的にずっと入ってくるんだろうなみたいに、感じれると思うんですよね。で私たちそれないですからね。それないんで常に頭をフル回転させて、お金とは何なのかとかね、税金どのくらいなのかなと、経費はどのくらいかけるべきなのかなと、今回の出費は衝動的にしていいものなのか、それともぐっと我慢してもうちょっと余裕ができるまでは、待った方がいいのかっていう、常にこれね、まあ、お金、人生、経済、バランス考えるわけなんですよね、これね。これがすごく大事なんじゃないかなと思います。将来のことは分かりませんよ。確かに分からないんですけども、分からないからといって放っておけば本当に分からない以上の無になってしまいますよね。分からないなりに、例えばね、じゃあ5年後に宇宙飛行士になるかって言ったら別にならないわけですよ。だからそうはならないだろうみたいなことぐらいは分かりますんで、そっちの方は深くね考える必要はないんですけども、まあ例えばね、5年後10年後にピンポイントで何が起こるか分かりませんよ、それは。そういう意味では未来は分かんないけども、大体こんなもんだろうみたいな目安はいくつか立つと思うんですよ。それが常に考えるってことであって、その考えたことに対して不安要素があれば、5年後10年後の不安を待つんじゃなくって、今から解決策を5年かけて10年かけて作っておけばみたいな感じですよね。じゃあ私は5、6年前に FX を始めて、今 FX ではまあ安定して勝てるようになりました。でもっと言ったらね、10年前に麻雀店の おっさんからね、ちょうど10年前ですよ、ネットビジネスやって情報発信によって収入を得ようと思ったわけですよ。でもその時にすぐに売り上げが上がるって思ったわけじゃなくて、まあ、数年後ね、5年後とか悪くても10年後にはそれで食っていけるようになったら一番いいよね、パソコン1台でみたいなイメージを持っていたのが10年前ですよ。で今まさにパソコン1台でってわけにはいかないですけども、ほぼパソコン1台とかね、スマホを使ったりとか、その他の補助器具を使ったりとかして、まあこの部屋でねやっていけるようにはなりました。出勤は全くいらないですし、はっきり言ってコロナって何なのみたいな状態ですよ、だからそういうふうに考えれるようになったのは10年前に、5年後10年後にはこうなってたらいいよねみたいなね、それこそほっといたら想定もしないような未来を自分で想定して、それを作りに行って掴みに行ったってところじゃないかなと思うんですよ。で今回の動画の結論なんですけども、未来のことは分からないけども、未来をどうしたいかってことは決めれるわけですよね。つまり決めるってことですよ、今日のタイトルで。その決めたことに対してやるべきことっていうのが浮き彫りになってくるから、それを足元見ながらコツコツやるだけかなというふうな気がしますけどね。それではライブ放送が始まりますんで、ちょっと行ってきます。